最悪は、死に至る、自己死するしたりする時もあるらしいですね。義足の青春。おりゃ。俺チャンネルのやつです。おりゃ。いよいよ義足が完成しましたので、群馬の方へ今から向かいます。ドライブで言いますが、安全運転で、俺です。はい、川村ディスさんのところに来ました。今日はですね、本義足をですね、いただきに来ました。本義足の準備からですね、約2ヶ月かかりましたが、ようやく俺です。やっちゃんが手術後、今までつけていた義足は訓練を目的とした義足でした。その義足は訓練用義足や仮義足と一般的には呼ばれています。今回川村義士さんで作ってもらった義足は本義足といって日常生活用の義足となります。おれ。ということで、本義足完成しました。これでした。あ、全然いけてる。全然いける。スピード出してないから怖い。そのまま、坂登ってもこれ、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 ダメだこの中はちょっと急ですね。電動足裾っていうな。ああ全然乗れますね。うん、結構ね、冒険家だから何でもやっちゃうから。たぶんね、最初はこういうちっこいタイヤのやつがいいと思います。中島さん、小畑さん、菅原さん、いつも
ありがとうございます。それでは出発します。これです。長距離運転でドライブしてこういますですね、まあ自分にもいろんな思い出がありました。特に車社会のアメリカのプロ修行時代、 SPW 独立のですね営業で全国を活動してこの話とかですね、まあエピソードは数々ありますが、その中でもですね、アメリカの、修行時代ですか、時代がレグと1980年ぐらいですね、アメリカはですね、10ドルで1ドルぐらいのですね、トランスポーテーションを 払ってですね、選手が 4,5 人乗り込んでですね、目的地まであるその試合会場まで行きますが、だいたい試合が8時からですね、始まりますんで、なんだかんだ試合が終わるとですねもう11時回ってしまってですね、そこからまた自宅へと戻るんですが、その間にですねやっぱりこう森林の地帯とかですねあんまり人がいないようなとこ通ったりハイウェイしますんで、たまにですね動物がこう横断したりなんかする時があるんですね。だいたい動物ってこう目と目がこうあったりですね、あとはこうスポットライトとかヘッドライトとかですね、そういうのを当てるとですね止まる習性のある動物もいるんですね、その止まる習性の動物の中では、いろいろいますが、例えばですねあの鹿ですね、あのデアですね、デアっていうのはあの日本鹿ぐらいの大きさな奈良県にいる鹿と違ってですね、まあ人間の一回りも二回りもでかい鹿がいるんですが、そういうのとですね出くわした時にですね高速で走ってますとどうしてもですね鹿が止まってしまったりですね、横切ったりするって時にですね鹿と鉢合わせして正面衝突したりする時があるんですね。でそういう時に、車はかなり損傷してダメージで、まあ、大破に近いぐらいの状態になったりしますんです。最悪は、死に至る、事故死するしたりする時もあるらしいですね。大阪を出まして2時間経ちました。ただいま名神の車のサービスエリアです。ここでですねドライバーの自分のこの義足に関しては、2時間ぐらいしか取れませんでした。これ以上こう運転するとですね同じような現象で中のシリコンライナーがですねこう皮膚にへぶりつくような感じです、ね、とてもこう痛い、なんていうんですかね、剣山で刺されたような痛さが続きますので、ここでちょっと休憩です。具体的にどの辺がこう痛いかっていうとですね、義足のですね、このシリコンですね、シリコンがですね、へばりついて痛いんです。行きと帰りにですね、シリコンを履いて、だいたい70度の角度でですね、動かさずに運転して、やはり2時間ぐらいでですね、もう限度じゃないかと。持って2時間ぐらいじゃないかと思ってます。おりゃ、服を外してシリコン取って、だんだんと膝を休めました。これからですねまた車へと向かっていきます。安全運転できます。ではおりゃです。
たまたま、そこにですね乗っていたメンバーはムーンドックス、リッキーマグロ、そしてハングマンでした。自分らが、試合会場を後にしてドライブした時にですねたまたま鹿に当たったですね、鹿が即死ではなかったですね、まあ、生きてましたが下半身の方が、引かれてですね、足が動かなくなったような状態で 前足だけでこう逃げるような感じだったんですが、それをですね全員で捕まえてですね、まあ残虐ですが下半身に足を縛ってですね、木に縛ってですねそこから頸動脈の血を、から出してですね内臓を取ってですね、でかいもんですから屋根に乗っけてですね、自宅まで戻ってでそれで翌日鹿パーティーを やったようなことがありましたね。はい、休憩です。ただいま中央高速の恵那橋サービスエリアですが、まだまだ新型コロナウイルスの影響で店っていうか売店ですね、レストラン含めてサービスエリア内はですねこんな感じです。サービスエリア内の電気はついてますがお客様は入ることができません。この恵那橋サービスエリアから高崎まであと300キロありますが安全点で頑張って走ります。おや、鹿パーティーは、なかなかあの柔らかい肉でちょっと臭みがありますが、そういうパーティーをやってですね、参加費をそうですね20ドルぐらいこう納めてですねその、車のこのドライバーオーナーさんの車をですね修理代に当てるということで やったような記憶がありますが、なかなかですね、アメリカはそういう動物がハイウェイを横切ったりしますんで、春になると例えばスカンクですね、あとはラクーンとかですねあのいますよね、ラクーン、まあ、アライグマですね、あとヘビとかですね、フロリダから行くとワニがですねよく引かれたりしてますね、まあ、特にスカンクはですね、皆さんスカンクの匂いをあの嗅いだことはありますかね。相当臭くてですねあのゴムがこう焼けたような匂いのようなあの刺激臭がすごいですね。まあいろんなことありましたが、プロレスも、海外行くとですね、まあ、大体300キロぐらいもこう往復で走ったりする機会がありましたので、まあ、いろんなことありました。ただいま上信越道東武湯の丸サービスエリアです。高崎まで100キロ弱ですが頑張って運転するぞ。うりゃおりゃ。大阪から高崎へ無事に着きました。おりゃ。運転時間8時間20分です。お付き合いどうもありがとうございました。おりゃ。
今日はここまでです。最後に俺チャンネルよろしく。おりゃ。